まあ、うちの売れ筋の 88AC から 35AC とかにありますけど、これのまあ違いは本体は全部一緒です。本体まるっきり合わせる出力感覚が違う。じゃあもう乱暴な話、出力感を88から35に変えたらもう35の音になっちゃう。それはちょっと内緒の話で内緒ですか？裏技ですか？裏技ですか？変える前に電流調整がいるんですよ。あ、調整がやっぱり。で、まあ、涙を沈むだけなんですよ。それは沈むのが効果を受けたんですが、まあ、それぞれ理由がね、違うので、まあ、簡単に言うとね、88の方は、そのチューテイクに力があるんですよ。パワーこそ 45W か 45W なんですけど、直感上なんですけど、ちょっと帯域がすごく広く聞こえるんですよ。こっちは押し出しが強いんで、やっぱりエネルギー感が聞こえるんで、こっちは帯域が広く聞こえてですね、逆にそのクラシックとかそういう方の伸びなんかがすごく来ているんですよ。88の方ですか？あ、3号。あ、3号の方。はいはい。EL34 の方ね、シンクロがね。ちょっと自分も視聴して思ったのは、3号っていうのはギターとか速い演奏とかするとものすごく滑舌よく明瞭に聞こえますよね。そこはやっぱりね、中低音が多少あるかないかの差だと思います。中低音があるとやっぱそこに隣が今度少し加わってくるんですよ、はい、そしてやっぱり明瞭さよりも太さが上がる、そういうことがね。まあ、その、まあ、好みの問題じゃなくて、気分があれなんだけど、やっぱり音楽で聴いた方がいいかなと思うんですけど、逆にバスドラムとか、だんだん感覚が出たら、ちょっとずつではいかないと、非常にさっき言ったのに、クリアに、ワイドレンジで聴きたいのであれば、7割ぐらい私たちの方が7割ぐらい人気あると思うっていうのは、比べした時に力があると声が聞こえるんですけど、あ、確かにこちらの方がなんかものすごくクリアに聞こえますね。クリアって言いますか、はっきりしてますよね。押し出しが強いからね。山崎さん、いかがいたしましょうか？はい